デジタルタトゥーで残っちゃうんだよね、この縛られた男ということで。まあもう一人ぐらい女王様がやってくるかもしれないですから。異様版タイガーファンディング、令和の裏。美容版タイガーファンディング令和の裏です。よろしくお願いします。今日はファナさんですけども、どうでしたか、ファナさん出演されてみて。まあ、正直絶対ノーだと思ってたんで。あ、自信なかったんですか。自信がないというか、まあ、あと単純にもうおっぱいの皮膚伸びないんじゃないかなって途中から応募した後になんかもう自分で気づき始めちゃったんで。いや、実際はそんなことはないんですけどね、はい、一度これで伸ばして、でまたもう一段階っていう感じで、次はまあ 500cc ぐらいの大きさ入れてっていう感じで、まあ、少しずつやっていけば、まあ、伸びてはいくんですけれども、あんまりお胸の大きさじゃないなって思ったっていうことですか。まあ、そうですね。あと今の形そこそこ気に入っちゃってるんですよね。いや、そうです、全然綺麗っていうのも もちろんあってもう十分いいし、多分バランス的な問題も多分あると思うんですけど、これ以上はもういらないと思うんですよ。まず自信つけたいとか、なんかいろんなものがあって、多分それは自分のパフォーマンス次第だと思うんで、うんうん、今日いろいろな方叩きましたけど、どうでしたか。いろんな人に叩き方を教えただけで叩いてはいるんですね。叩いたの小川さんだけ。痛くないんですよ。あ、そうですね、痛くないよ、うん、もう本当痛くないです。であれはなんか雰囲気なんかなっていう、うんうん、まあでもやっぱ痛みも緩急をつけたりとかあるんで、うん、あえて痛くない。そうですね、ああいうものからどんどん、うん、そうですね、レベルを上げていったりとか。なるほど、うん、はい。まあ、でもこのロープの縛り方もすごい慣れてて、うん、プロ意識はやっぱなんかあるんかなと。めちゃくちゃ綺麗ですね。なんか手術見てるみたいでしたね。すごいですね。まあそうです、普段女性同士でショーしてるんですけど、女性同士とかだとやっぱ縛ると、それこそ胸が調教されて、今後その恋愛とか恋とか自分のやっぱりそうとこも自分も成長していきたいっていうことですよね。そうですね、でも恋愛に関しては1回目が大失敗しちゃってるんで、恋愛に関しての自信は全然ちょっとないです、ね、いや、みんな1回や2回失敗、大失敗しますからね。いや、それはそうですね。それをもとにまた次っていう感じでステップアップしていこうと思うんですけど、いろんな面優しくなれると思うんで、大失敗したっていうことは、その優しさがね、分かってくれる人がいますよ、うん、アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく。お待ちしております。一番胸に刺さったアドバイスって誰がいましたか。そうですね、うん、全員の言葉もちろん深く受け止めてもいますし、うんうん、本当トラとしてはね、幸せになっていただきたいっていう気持ちで本気で考えてるんで、うん、先ほど細井先生が言われたね、自分で作ったお金でやる施術と無料でやってもらうっていうのはまた違うと思うんですよ。自分の体がね、愛おしくなると思うんで。そうですね、はい、私も大学生の時にアルバイトしまくって整形費を貯めてたんですけど、うん、やっぱりそうやって苦労して貯めたお金で作った顔ってすごいもう可愛くてしょうがないですもんね。可愛い作品ですね。いや、そうなんですね、美容外科医の方本当にもうなんか作られてるもの全てが作品だなとすごい思います ね、美容医療もある意味アートなのかもしれない。いや、それはすごく思います、ね、ファナさんがこの撮影でなんかこれからやっていきたいなって思われたこととかありますか。筋トレですかね。筋トレお腹とかですか。お腹、本当にその脂肪吸引を下腹からおっぱいに入れる分しか取らなかったので、下からしか取らなかったんですけど、今までなかった段ができてしまって、おっぱいはでかくなったけど新たに生まれたコンプレックスになってしまったりとかしたんで、どうやって生活費稼いでるんですか。前はイベント主催したりですとか、まあ、あとコミックマーケットの何ですかね、写真集を売るバージョンみたいなのがあったりとか、まあ、イベント出演したりとかですね。そのお客さんというのは男性が多い。男性が圧倒的に多いですね、うん、たまに女性の方も写真集とか買ってくださったりとかすると、ちょっと女性から買っていただくとやっぱ嬉しいですけど、まあ、これちょっとね、もう私もこれもうデジタルタトゥーで残っちゃうんでね、この令和の虎史上初この縛られた男ということで。まあ、もう一人ぐらい女王様がやってくるかもしれないですから。
いやでもプロの仕事でしたね。感動しました、はいはいはい、もう素晴らしい能力をお持ちなので、うん、ぜひ今後これを生かしてもっと ね、はい、活躍していただけたらと思います。はい、はい、では令和の虎の裏これで一番にさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。